使徒パウロのエフェソの教会への手紙。皆さん、キリストにおいて私たちは、御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは、以前からキリストに希望を置いていた私たちが、神の栄光を称えるためです。あなた方も、また、キリストにおいて、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて、約束された聖霊で、勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえることになるのです。神の言葉。神の注がれる目は神を恐れる者に神の愛に希望を置く者の上に神の言葉は正しくその噂には偽りがない。神は正義と公平を愛し、慈しみは地に満ちている。神の注がれる目は神を恐れる者に神の愛に希望を置く者の上に神を落としていただく国神のものとして選ばれた民は幸せ神は天から目を注ぎ人々をすべて見ておられる。神の注がれる目は神を恐れる者に神の愛に希望を置く者の上に Hallelujah, Hallelujah. 神よ慈しみよ私たちの上に、あなたに希望を置く者の上に。Hallelujah, Hallelujah.ルカによる福音。その時、数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ、あの人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善である。追われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。だから、あなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ、奥の前で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められる。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後、それ以上
何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、その方を恐れなさい。ゴアのスズメがニアサリオンで売られているではないか。だが、その位はさえ、神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんの鈴火よりもはるかに勝っている。クリストに賛美。Thank you.